どうも、洋次郎です。はい、えー、ついさっきですか、えー、衝撃的な、えー、ね、あの、お知らせが運営さんの方から来ましたけども、えー、海の瑠璃、えー、倉岡水葉、えー、武田愛菜に関してということで、はい、えー、これ読みますね。えー、7分の20メンバーとして活動してまいりました、海の瑠璃、倉岡水波、武田愛菜ですが、 7分の22から卒業することになりました。卒業時期に関しましては、海の瑠璃、倉岡水葉は2021年11月末、立田愛奈は2021年12月末となりました。2021年11月14日開催の単独公演7分の22アニバーサリーライブ。 2021が、えー、この3人が、えー、7分の22として皆さんに直接お会いできる、えー、最後のライブになる予定です。えー、在席中は、えー、たくさんの応援をいただき本当にありがとうございました。えー、今後とも、えー、海のルリ、黒川水波、竹田愛の内備、えー、7分の22の応援をどうぞよろしくお願いいたします。バズウェイ合同会社ということで、はい、はい。 ねえ、あのー、一人でも衝撃的なように、一気に三人かと思って、もう、も、ま、う、これマジかと思って、あのー、やっぱりびっくりすると人間ってフリーズしますね、<laughs> なんか <laughs>。うん、結構ね、そうね、僕は、あの、推しがアイナッチなんで、あ、これは衝撃的ですし、やっぱりね、やっぱり本当、うん、なおさらですね、ライブに行かなきゃなと、とえー、思う。 ようになりまし,たし、ね、あとルーリーもミズハンもね結構そのね握手会とかでの思いとか、えー、本当にねなんか、ね、ルーリーに関して本当にそう助けられましたもん助けられた、えー、お話を前にしましたけども、うん、本当になんか助けられたというかえー、ねうんなと思い出深い、えー、メンバーですから本当に。 うん、でもね、ここまでのね、決断をするまでは簡単なことではなかったと思いますし、えーまあ、ブログでもね、あのブログあの投稿されてましたけども、えー、ルーリーは、えー、今後もあのやっぱり声優さんとしての道を、えー、歩んでいく。で、まあ、ミズハンについては一回自分を見つめ直すということにね、はい。で、ナッチについては、 そうですね、前々からなんかモデルさんとか、えー、そういう方向にあとバラエティにも行きたいみたいなことをずっと言ってたんでんもしかしたらね、えー、方向転換というか、えー、そういう道に進むのかもしれませんね、うん、でもね、あのーまあえてここではまだ、えー、3人にお疲れ様とは言いません、はいえーねえー、ルーリー,、ね、ー,ーとミズハンが11月末 ナッチが12月末ということで、それまでは、えー、ずっと応援し続けますんで、えー、そういう日が来るまでは、僕はお疲れ様とは言いません、まだ、うん。これからもずっと応援し続けます、最後の日まで。はい、で最後にですねね、まあ、今日ね このニュースが衝撃すぎて、他にもあったんですよ。本当に7音のサービス終了とか、12月22日になんかサービス終了しちゃうみたいですね。まあ、これはね、まあもう、ああ、まあ逆によくここまで持ったなという感じだと思うんですけど、そうね、まあそういう予想つきますし、 で、あとは、えっ、ー、と、8シングルの、えー、タイトルが発表されましたかね。覚醒というタイトルでしたかね。えー、それが発表されましたし、えー、衣装の方もね、えー、公開されましたね。えー、なんか秋らしいね、すご、ね、いい衣装だなと思ったんですけども。えー、だから、うん。あの、衣装が最後になるんですね。えー、って考えると本当に、うん、じーんとっちゃいますけども。で、えー 最後に、えー、ね、これ、最近ずっと言ってますけど、運営さん見てますか、えー、よかったら、あのー、お願いというか、えー、ちょっと、うん、お願いしてみようかなと思うんですけども、3人卒業するわけじゃないですか。で、純ちゃん、えー、宮つ坪が開くわけなんですよね。えー でえー、僕からのお願いなんですけどもお願いというか、うんまあ、どうなっていくか分かりませんけども「純ちゃん、ツ、え、ボ、ー、も一緒に卒業させてあげてください。これは本当にお願いいたします」でイカ、まあ、様も、うん、って思うなう本当に、まあね、オーディションありますけどもそこでねまたその3キャラクターに 渋いを、えー、与えるのかもしれませんけども、あの、本当に僕個人の意見ですけども、それはちょっと、うーん、受け入れられないですね、うん。うん、正直。うん、純ちゃんは本当にルーリーが演じてきた。で、コもそうだし、ツボもそうです。はい。うん、そこに新しい人が入るっていうのは、ちょっと僕は、こればかりは、 こればっかりは受け入れられないですね、えー。だから、この3人も一緒に卒業させてあげてくださいと、えー、お願いしたいと思います。はい。まあ、今回の、ね、動画、えー、以上にしようと思います。はい。またね、なんか別の動画で、えー、3人のなんか思い出とか、えー、そういうね、のを語れたらいいなと思います。はい。それではね。 えー、チャンネル登録だったり、えー、高評価、えー、もうバッドボタンでもいいので何かしらボタンを押してくれたら嬉しいですしあとね、えー、コメント、うん、してくれたら嬉しいなと思います。